ははい皆さんこんこにちは村長です今日はですねちょっと切り口を変えていつもソフトの紹介というイメージでやってるんですけれども今回はチャット g p t が音楽を分かっているかそういうお話をしたいと思いますまあ結論から言いますと分かっているということです例えば音楽にはコード進行ってありますよねそして キーースケールというのがあります一番皆さんに分かりやすいのはドドレミファソラシドですねこのドレミファソラシドで途中で変な音がピーンと入ったらですね皆さんもあれちょっと外れてるいわゆる歌でで言う音痴なのと一緒ですそういうことが実際分かるのかそしてもうしばらくさえすれば AI というのはこちらからプロンプト いいわゆるるる言葉をを投げかけるだけだで、音楽を作るような時代にもう直面しています。僕も音楽という仕事をなりわいにしておりますのでこれから本当に音楽作っていてですねそれが実際の仕事になっていくのかそんなようないろんな思いも多分今音楽をやられている方にはあると思うんですね。そして、 AI というのはやはり深層学習をしておりますので、音楽の基礎理論のこととかそういうこともよくわかってるんですね。だからそれを僕はテーマに今いろんな研究をしています。今日現代、2023年の4月ですけれども、この時点ではパッと音楽を開発してくれるというようなものは現実は存在していません。 もう少し先の話です。でも AI が音楽を分かっているか、そこにちょっと焦点を当ててみたいと思います。右の方には Google Chrome がありまして ChatGPT、そして僕はプラスに加入してますので GPT-4、この上に書いてありますよね。GPT-4 で使うことができます。そしてですね、左にこんなソフトを開発しました。 メロディ専用プロンプトジェネレーターというものですちょっと下に字があるので分かりにくいですので一旦ですねこれ選択して消しておきますねはい白紙のこういう状態ですまだ途中なんですけれども開発したのは例えばキーが D のキーでスケールがメジャーマイナーメジャーにしておきますね そしてジャンルですけれどもポップスそして BPM ですねあとはこれが仮に歌ならば今回お見せするのはメロディーが作れるかということなんですこれがですね最低の音程が D4 ここから始まってですねそして上は F の5までこのようにですね設定をします そして小説数は32小節ぐらいのものを作ってほしいこのようにしましてで今回はボーカル用というようなこういう感じでですね女性の曲として作ってほしいとそして音符数は多いめとかまあこれがですねまだどこまでチャット GPT ができるのかということはあるんですけれどもこうしましてそして音程がですね激しく動くのか 普通なのか穏やかめなののか、かか、穏やちょっとこれ普通というのにしておきますそしてですね歌詞の提案までしてもらおうということで歌詞を一緒にまあ提案してもらおうというそういうお話ですこのようにしますとこれは一番上にタイトルがありますようにプロンプトジェネレーターというふうになっていますのでこのオレンジのボタンを押すと一発でこの条件の プロンプトを作ってくれるんですね。それをクリップボードにコピーします。今日やる実験はこのソフトはですね。コード進行も作っておいて入れることもできるんですが、今日は皆さんにつかみとしてあんまり難しいことを言ってもあれ、なんでこのコピーしたものをチャット gpt に貼り付けてみます。はい、このように貼り付けました。そしてチャット gpt に聞いてみます。 しばらく考えてましてまあもう答えを出しかけていますねコード進行が提示されていないため以下のコード進行を使用してメロディーを考えますということでこのようにコード進行を考えていますちょっと単純すぎますよね DABmG だってでもキーは D メジャーと言いましたからちゃんと D メジャーで考えてくれていますそしてです ここからなんです。チャット GPT が音楽流してくれるわけじゃないじゃないですか。それをどうしたら音楽流せれるか考えました。多分、世界で初めてと言っても過言ではない。こういうことです。今、一生懸命チャット GPT が書いております。これは何かというと、メロディーです。僕たちとチャット GPT が更新するのには、今、 音音符ももけまませせせんんし、音も出せませんよね。いわゆる文字ベースですからこのようにして一生懸命出しましたそして僕は今回歌詞を作ってくれと言いましたので歌詞まで書いてくれています君と出会ったあの日から変わり始めたこの気持ちというふうにですねもうチャット GPT がいい歌詞を書くというのは体験している方もたくさんおられます全然悪くないですよね 本当にに参考ななるような歌詞を書いいててくれています。そしてここでメロディーの提案理由ということでこのメロディーはコード進行に従っており音域と音符数も条件に合致しています歌詞とともにポップス風の雰囲気を作り出していますこれなぜかというとちょっと戻ってみますねはい僕が一番最後にですね末尾にメロディーを提案した理由も 日本語100文字以内で記載してくださいと書いてますから、これもチャット GPT は言うことを聞いてくれたわけですね。さあ、これからです。これから始まります。音楽家の方も、そして DTM を YouTube とかで発信している方も、これは今日見始めのことだと思います。僕が考えましたチャット GPT が 音程とそして長さを数値に表すということに成功しまして、これをこのようにシューッとなぞります。そうしましてコピーをします。コントロール C ですね。コピーをしましたら、このソフトの方に来ます。ちょっと真ん中に持っていきましょう。このようにしましてクリップボードを表示としましたら、今コピーで覚えているのを とししたら出します。このように出すんですけれどもここからですここで僕の持っているようにちゃんと整形ができていませんのでこれをですね変換というのを押したらきれいに僕がプログラムで音を鳴らせれるようにやってくれるわけですはいこれで僕のプログラムとチャット GPT が更新できるようになりましたさあここからです メロディの書き出しというのがありますからこれを押しますはいメロディのミ d i ファイルが作成されましたということでミ d i ファイルができましたこれをミ i d i ホルダーを開くというのがありまして順番よくうまくいってるでしょこうやってですねまあ僕は音楽も好きですしもちろん 本業はサウンドエンジニアで皆さんももう YouTube でたくさん4、5千人の人がですねチャンネル登録していただいて普段は今までプラグインの解説とか DAW の解説をやってきたわけですこの頃はシンセサイダー V これもおかげさまでもう何万人という人に見ていただいておりますけれどもここでミディホルダーを開けますねはい ちょっとサブモニターの方に行っていますのではいこのようになりましたファイルがあったのでこれファイル消しておきますね皆さんに何か仕掛けがあるんかなと思ったらダメですので一回ゴミ箱に捨てておきますそうしましてもう一回 MIDI 書き出しというのをやってみますねはいはい書き出しましたそうしましたらここにファイルが 出てきましたよね。これもちろん DAW の方に持って行ってここから加工ができるんですけれどもまあ、Windows の場合はすぐに MIDI を再生することができます Windows メディアプレイヤーで再生ができますのでここ再生ボタンを押しますよどんな音楽ができたかもったいつけんなはよやれってねはいじゃあ鳴らします 繰り返しすぎやないけ。確かにコード進行に合ってるけどちょっともうちょっと複雑にしてほしいよねでもですよこうやってチャット GPT はコードということもある程度分かっております正直音楽というのには少し離れてますよそれは僕も本業がサウンドエンジニアなんで これがすごくいいなとは思っていません。僕のプログラムが良くならなくっても、こういうことをチャット GPT にやっていてディープラーニングが進んでくると、これがもっともっと良くなると思うんですね。今度はジャズでやってみましょう。えー、ジャズで音符数は普通にしましょう。工程も普通にしまして、まあ、ここはいいでしょう。えー、ギターソロになってますけれども、 ッカンフレーズでやってみましょうねそうしましてフロンプト作り直しますコピーしますチャット GPT 開きます貼り付けますさあどんなコード出すかほら出てきましたセブンスコードが出てきましたよはいジャズに使えそうなそういうコードが出てきましたこのコード進行ならなかなかいいでしょうね ほんでしょぼかったりして。<laughs> なんかあの解説よりいいですよね。これでまたライブしようかな。解説の場合はね、こう一問一句間違ったらダメだとか思いながら正直ね、気を張ってやってるんですよ。はい。歌詞もね、こうやって毎回毎回。で、ジャズ風だから。あ、これちょっと読んでみよう。ジャズ風だからね。街角で響くジャズの音。夜の蝶が僕らを包む。 これ蝶でいいんだろうな君と踊るこの瞬間全てが奇跡の良さ月明かりが照らす恋の道甘い時間が止まればいい君と歩く夜のストーリーとはに刻だも二人だけのリズムやるやんけーって感じですよねじゃあそういうことでこれ聞いてみましょうよちょっとでもジャズっぽいかコピーしますはい変換 これね、なんとなく変換やってるでしょ。これ本当はものすごく難しかったんですよ。チャット GPT がこんな綺麗に出してくれないじゃないですか。ここに極端な話ですよ。ここにプラスというこんなんあったとするじゃないですか。そしたらいわゆるコンピューターは認識がしぬくいですよね。これを整形するのがこの変換ボタンなんです。これを押すとですね、はい。 ちゃんとこうプラス消してくれますよね。だから音楽ができるんです。はい、メロディー書き出します。さあ、ジャズならどうなってるか。あ、いいかもからん。うん、これだけ。えー、ちょっと短いない。で。 コード進行を提案するというのを今日はラストにやってみましょうご存知の方も多いでしょうけれども僕の作ったチャットエキスパートというやつですこいつはコード進行を考えてくれたりするそういうようなツールですどういうことかというとですねここで専門家メニューからコード進行アシスタントというのをこうやっておきますそうしましたら自動でもう一つのですね ププロンプトジェネレータータがが立ち上がってくるんです。はい、音楽のコード進行プロンプトジェネレーターこれでですねまたキーを今度は E にしましょうね E のじゃブルースちょっと長くなるように大サビも感想もな入れましょうそうしましてねで曲調は切ないそうしまして まあここはランダムにしておきます小説で使うコードの数ですねこれまあ僕がやってもなかなか言うこと聞かんのですけれどもそしてジャンルを、まあ、ジャズというかフュージョンにしておきましょうそしてプロンプトそしてクリップボードにコピーしますそうしましてこちらに貼り付けをしますねでもうこいつはコード進行のアシストモードになっていますのでコード進行をきれいに出してくれます すごい時代になりましたね。僕も2ヶ月前ぐらいまではもうプログラムのこと忘れてたんです。若い時はプログラムもやってましたけれどもですね。はい。この辺でこういう風になってくれましたのでこれいけるかなはい。これずーっと全部なぞります。なんかセクション名とかそんなんもありますけれどもこうやってなぞりますよね。これもまたプログラムが大変だった。 ここでコード進行を再生としますよねそしたらほら見てください余計な文字は何もなくなりましたねここでコード進行ができましたからこれコピーしておきますねそしてですね今度はチャット GPT に行きますこれでですねコード進行を出しますよねじゃあ今度はメロディーの専用プロンプトジェネレーターこちらにやりますまあジャズにしてそして BPM とかちょっとやって もううちょょっと遅めにししておきましょうかねこれ140にしておきましょうそうしましてこれも木管フレーズでやっておきましょうねまあ歌詞は今回英語って一回やってみておきましょうそうしてプロンプト生成をしますこのプロンプト生成したものをですねこれの後ろに貼るんですはいこういうふうになりましたよねこれで 聞いてみます。コード進行今回はつけたということですコード進行があるからもうメロディーから書き出していますよねはいこうしてるうちに一応ダウ立ち上がってるかちょっと準備しましたねそしてここは何にしようかなメロディーですからここでですね音源はサックスとかにしてみますウィンドウの サックスアルトサックスフルこれが一番いい音なんでこれにしておきますねはいもうできてるかなはいできましたし英語の歌詞をねこう作ってくれてありますちょっとここ読んでおきましょうかね上記のコード進行に基づいてはい基づいてやってくれてるんですね音符数が普通で音符の工程の動きも普通の範囲で考慮し木管楽器に適したジャズ風のメロディーを作成した ほんまかいな <laughs> さっきからのちょっとそうではないって感じもしたけれどもまあいいじゃないかそう言うてるんですからねいいじゃないかいいじゃないかこれをコピーしますそうしましていらないものは溶けてですねじゃあこれでクリップボード表示はいこれがメロディーです変換しますバッチリいくこれねもう僕3日ぐらい丸々かかってたんです これが大変やった。まず先に何をきれいにするか、いわゆるスペースを取るかとかですね、カンマはちゃんと入ってるのかとかですね、ここ、ちょっと棒が入ってないぞとかですね、それが大変やった。はい、これをですね、メロディー書き出しします。はい、できました。これですね、ちょっと裁電面で固定しておきます。 そしてダウを出します。仮に入ってたものを消しまして、これですね。これをドラッグ。おぉ、なかなかいい感じじゃないですか。演奏する前にちょっと見ましょうや。音程差、こんなもんか。ちょっと全体眺めてみましょうか。あー、でもちょっとワンパターンだな。まあいいか。まあでも聞いてみましょう。 な感じです。チャット GPT が今できる音楽まずコードは分かっているそしてスケールは外さない、えー、なんかもうランダムにぐちょぐちょぐちょっとなるんではなくってまあそれはちゃんと周到しててまあジャズ風といえばジャズ風に近くはなるということです皆さん今日のこの未来的なお話ですねどう感じたでしょうか まあ今は開発途中ですのでもっとチャット g p t にいい回答が返ってくるようにですねどうやってプロンプトを作っていくかそしてプロンプトだけじゃなくて僕はプログラムをやってますのでもっともっといい意味でのチャット g p t を成長させるシステムロールというところにコマンドを送ることができるんですねですからもっとですね いいものをこれから頑張って作っていきたいなと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。いい日曜日をお過ごしください。またね。